ステージの前の方に来てください、ここの辺に、来ていただけるとありがたいです。この後仮装コンテストを行いますので、お時間ある方は前の方にいらしてください。
皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。今日は遥か300天空のハロウィンパーティーサポーテッドバイ FM802 にお越しいただきましてありがとうございます。 MC は FM802DJ 竹内拓也です。よろしくお願いします。はい、日が落ちましてだいぶ気温が下がってまいりました。昼間からやっているイベントなんですけど楽しんでくださっておりますでしょうか。今日は、まあ、ハロウィンということでお昼の2時から夜9時まで天空のハロウィンパーティーサポーティドバイ FM802 いろんな DJ を迎えてそして仮装コンテストも行いながら、音楽で彩っています。楽しんでいってください。もし後ろにいらっしゃる方とかね、これから仮装コンテストも行いますんで、お友達などが出られる方がいらっしゃいましたらぜひ前の方で写真シャッター撮影のね、チャンスもありますんでぜひ遊びに来てください。昼間はキッズの仮装コンテストを行いましたがここからは大人の方の仮装コンテストを行います。それでは早速もう準備もね、していただいてるみたいなんで、始めさせていただきましょう。ここに、いろんな方に登場していただくことになります。この仮装コンテストは事前にエントリーしていただいている10名にご登場いただきます。それでは早速来ていただきましょう。まずはエントリーナンバー1番です。皆さん大きな拍手でお迎えください。坪内紗友子さんです。はい、ありがとうございます。そして手元に持っていらっしゃるのはホラガイ。はい、ちょっと吹いていただいても。あ、マイクも使えますか。あ、カメラね。はい、ではよろしくお願いします。サイコさんでした。まあハロウィンというとかなり洋風な仮装が多い中、赤羽織にホラガイという仮装でございました。どんどん行きましょう。続いてはエントリーナンバー2番お二人で登場です。武藤由香さん、そして武藤翔吾さん登場お願いします。皆さん大きな拍手でお迎えください。これはカメですよね。後ろちょっと向いてもらっていいですか。カメ、タートルズとジョジョ。はい、ありがとうございます。武藤由香さん、そして武藤翔吾さんでした。ありがとうございます。はい、翔吾さん、緑の、あ、退場いただいて大丈夫ですか。また呼びますんで、また呼ぶからね。はい、また呼びますんで喋らないっていうね。そして行きましょう。続いてはエントリーナンバー3番です。タエン達也さん、そして多田亜希子さん登場よろしくお願いします。大きな拍手でお迎えください。いろんなコスプレがありますけれども、あ、これはもうあのゆっくり歩いているここのキャラクターですよね。阿部の部屋でございます。はい、阿部の部屋ってゆっくり歩くんですよね。先ほど昼の部、キッズの部でも登場していただきました。23歳のお二人、タエン達也さん、そして多田亜希子さん、ありがとうございます。はい、ゆっくり退場してもらっていいですかね。ゆっくりお辞儀して、動きやすいだろうに、ゆっくり、はい、ゆっくり退場していただきます。阿部の部屋って本当にね、歩くのがゆっくりなんですよね。段差もあるから気をつけてくださいね。段差も大丈夫？大丈夫ですね。 OK、 ありがとうございます。それではどんどん行きましょう。続いてはエントリーナンバー4番、宮古真理子さん、そして宮古聡さんです。大きな拍手でお迎えください。はい、こちらはですね、パペット使いの魔女とエルモとハリーのコラボレーションでございます。皆さん大きな拍手。はい、ありがとうございます。まあなんかキッズの部に比べてまたいろんなやっぱりちょっと趣向を凝らした、コラボレーションになっておりまして、どんどん行きましょう。ありがとうございました。はい、また後で登場していただきましょう。そして続いてはエントリーナンバー5番です。角田正輝さん、そして角田月美さん登場おめでとうございます。はい、登場していただきました。こちらはファミリーで魔女とドラキュラですね。で、一応魔女の、あ、帽子もちゃんとかぶっている、大きな拍手お願いします。ありがとうございます。
ハッピーハロウィン、はい、また後で登場していただきますんで、やっぱハロウィンのね、コスプレ仮装してらっしゃる方はやっぱ楽しいんですよね。僕もちょっと傷メイクしてますけど、なんかいろんな人に話しかけられて非常に楽しいんですよね。続いていきましょう。岡本優さん、エントリーナンバー6番おめで、登場してください。こちらが、あ、これね、顔は見えないんですけど、一応顔がドクロですよね。はい、あ、一応顔を出して、あ、すごい、これすごいですよ。岡本優さん、男性か女性かもいまいちコスプレを見ただけでもわからないという、岡本優さんでございます。ハルカス300に降り立った死神というテーマで、今回仮装していらっしゃいます岡本優さんでした。ありがとうございました。はい、そして続いてエントリーナンバー7番ですね、藤田こなみさん、そして田中亜希さん、登場お願いします。はい、これまた可愛い白と黒の、一応テーマは天使と悪魔ということで、はい、お友達の方もいらっしゃるんですかね。写真撮影もどんどんしていただいて、はい、ポーズでポーズポーズ、あ、むっちゃ撮ってる、ありがとうございます。はい、そして次が最後のエントリーの方になります。エントリーナンバー8番、北野ひろみさん、登場お願いします。はい、これのテーマが、一応これはキリンですね、赤ずきんになりたかったキリンちゃん、はい、というテーマでございます。じゃあ皆さん大きな拍手でポーズ、はい、写真もどんどん撮ってください、ありがとうございます。北野ひろみさんでした、ありがとうございます。はい、それでは、エントリーしていただいた、今登場していただいた方にもう一度ステージに上がっていただきます。じゃあ皆さんちょっと上がってきていただいてよろしいでしょうか。こう見るといろいろな方がいらっしゃいます。はい、全員登場して、それではここから審査に移ります。この審査があって、コンテスト上位者には商品が贈られることになります。で、審査はアベノベアと審査員によって行いますので、アベノベアも来てくれてますね。いろいろと、まあ、少々ちょっと、じゃあこれもうちょっとこっちに、じゃあもうちょっとこっちに来ていただいていいですかね。はい、すいません。じゃあいろいろと聞いていきたいんですけど、ちょっとこの亀聞きたいですね。まずお聞きしていいですか。こう亀、ちょっと後ろ見てもらって、見せてもらっていいですかね。これはどうやって作ったんですか。ザルに新聞紙をペタ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 飾り付けて。ザルっていうのはこの形、ザル、普通のあのザル、あの料理とかで使うザル、新聞紙を巻きつけて形作ってから、っていうことは中心にザルがあって、それを大きく巻いてるわけですね。すごい。これどれぐらい時間かかりました。4時間、グラデーションもシュッシュって4時間ですよ、これすごいです。そして、ジョジョが、ジョジョメイクも、これもまた前に出てきていただいていいですか。喋ってもらえますかね。やれやれですね、喋っていただけますね。普通、もう一回じゃあやれやれどうぞ。ありがとうございます。これは緑に塗って、どこが手作りですか。全部、体全部、あ、本当だ、これはスポーツウェアの、ちょっとそうだ、あのロゴついてるんだけど、スポーツウェアのちょっとタイトなやつと、下もだからそうですよね、それをそれになんかいろいろと、くっつけてっていう、あ、これは医療用のオペの時に履く医療用のオペの時に履くやつを、あ、すごい、ありがとうございます。ちょっと他にもいろいろ聞いていただき、聞いていきますね。あ、ファミリーの方ちょっと聞きましょうか。これマイクいけるかな。ちょっとすいませんすいません。はい、ファミリーでということですけども、これはどこが手作りですかね。はい、すべてこれは妻の手作りでさせていただきます。マントとこの角とマスクすべて手作りで100。そうです、こっちのやつはこれは手作りではないんですが、一応角と眼鏡とこのマントも手作りで作られてるみたいですね。帽子は手作りじゃないけども、いろいろと手作りでやっていると。これはお二人でやられたんです、奥さんだけ。非常に楽しい時間の、楽しい家庭ですよね。大きな拍手お願いします。
はい、いろいろといらっしゃいますが、審査が多分ぼちぼちとね終わったと思うんですけれども、審査が来てますね。はい、じゃあちょっとこのコンテストの審査に移りましょうね。じゃあまずはですね、ちょっと、これから表彰式に移りますので、一回じゃあはい、ステージに上がっていらっしゃる方を吐きさせていただきます。ありがとうございます。はい、これでちょっとまた3位2位1位と表彰する方を呼ばせていただきますので、少々これでお待ちください。そしてここでですね、プレゼンターのアベノベアに来ていただきましょう。よろしくお願いします。はい、アベノベアは今日は大活躍でいろんなところで登場して写真を撮られた方もいらっしゃると思いますが、これが先ほどアベノベアのコスプレもね、してらっしゃいましたけど、ゆっくりゆっくり歩くのがアベノベアでございます。はい、はい、それではアベノベアの写真も撮っていただいて、表彰させていただきます。それではまずはですね、第3位の発表です。第3位はエントリーナンバー3番アベノベアのコスプレ、タイムさん。はい、これ一緒に写真撮った方がいい。あ、もうそうだ、ゆっくりだったんだ。ごめん、ゆっくりだった。はい、ちょっともうちょっと早く呼んだらよかったですね。はい、タエンさんが、3位に輝いております。皆さん大きな拍手を。で、3位のタエンさんにはですね、商品です。3位の方にはいいですよ、ハロウィンバージョンのアベノベアグッズ詰め合わせでございます。本当アベノベアがもうこれもうさすがの3位ですね。はい、気持ちはどうですか。喋れないよね。はい、ありがとうございます。皆さん大きな拍手お願いします。いや、アベノベア大好きな2人がアベノベアのグッズをもらって、じゃあプレゼントよろしくお願いします。おめでとうございます。それでは2位の発表に移らせていただきます。ありがとうございます。ゆっくり帰っていただいている中に、続いて2位の発表をさせていただきます。続いて2位、エントリーナンバー2番武藤さん、おめでとうございます。はい、タートルズとジョジョ、おめでとうございます。エントリーナンバー2番の武藤さんにはですね、商品がハルカス300年間パスポート引き換え券をプレゼントします。おめでとうございます。2人で遊びに来てください。じゃあこちらも商品を手渡ししていただいてよろしいですか。おめでとうございます。ありがとうございます。豪華になっていくんですが、ありがとうございました。それでは1位です。1位、エントリーナンバー1位ですね、エントリーナンバー8番の北野博美さんです。おめでとうございます。はい、こちら赤月になりたかったキリンちゃんということで、こちら1位に輝きました。1位はですね、プレゼントが少々お待ちくださいね。1位のプレゼントが近鉄百貨店の近鉄のギフトカード1万円分でございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。じゃあ商品の手渡しお願いします。ありがとうございます。そしてですね、3位ということになるんですが、 ありがとうございました。3位2位1位ともにですね、ユニバーサルスタジオジャパンの年間パスをプレゼントさせていただきますので、いや、早期ユニバーサルスタジオジャパンの年間パスはなしになりました。失礼しました。ユニバーサルスタジオジャパンの年間パスはなしになったようですので、ちょっと喜ばせてすいませんでした。申し訳ないです。後で改めて謝らせていただきます。はい、ということで、優秀者の皆さん、改めて前に来ていただいてもよろしいですかね。よろしくお願いします。はい、じゃあこれでちょっと写真撮影をさせていただきますね。優秀者の3名さんと、じゃあアベノベアもせっかくなんで写っていただいてもよろしいですか。はい、大丈夫だね。こっちに上がれる？行けましたね。ゆっくりゆっくり。はい、あ、じゃあアベノベア横にしようか。これ横に行けますか、せっかくなんで。はい、
じゃあそれでは写真撮影です。よろしくお願いします。はい、チーズ。 OK ですかね。はい、ありがとうございます。そしてこれに加えて、仮装コンテストに参加していただいた皆さん、全員登場してください。よろしくお願いします。また改めて写真撮影を心にさせていただきます。よろしくお願いします。はい、これではじゃあ登場しましたんで、登場していただきまして、はい、OK ですかね。奥も揃ってる。それではじゃあ、あ、映りますかね。いけます。もうちょっとちょっと列組んで、ちょっとじゃあ前の方座っていただいて、4列ぐらいになっていただいてもいいですかね。はい、これでいけます。あ、これいけそうですね。 OK かな。はい、じゃあいきますよ。はい、チーズ。 OK ですか。もう一回いきます。 OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん、仮装コンテストに参加していただいた方にもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。阿部のベアも拍手が遅いな。はい、ありがとうございます。じゃあ阿部のベア、協会プレゼンターとして登場していただきました。皆さん大きな拍手お願いします。では阿部のベアに退場していただきたいんだけど、マイクとかあったらなかなか OK ですかね、これで。はい、阿部のベアはこれで退場となります。写真はゆっくりなんで撮れると思いますんで、皆さん撮ってくださいね。大丈夫ですか。撮れますよ、まだ写真。はい、ありがとうございました。皆さん、これで仮装コンテストは終了となります。ただ DJ プレイこの後夜9時まで続きますんで。